久保さん、朝ですね。おはようございます。いや、今日は朝,朝からね、仕事バリバリやってますよ。<laughs> ね、<laughs> バリバリと。<laughs> まあ、あの、今回ね、あの、なんだろうな。人が、うーん、まあ、稼ぐ、稼ぐために必要な要素。稼ぐために必要な要素とかにしておきましょうか。 まあ僕、クリスマスとか年末とか大嫌いなんですけど、まあ、みんな浮かれてるじゃないですか。ハッピーニューイヤーとかね。あのクリスマスになると、街中ってなんかすごい賑やかになって、幸せそうな感じだよね、まあこ。今年はちょっと違うかもしれないですけど、あのー、はっきり言って、人と、まあ、ビジネスやっていく上でね、どっかで差をつけないといけないですよ。どっかで。 どっかで差をつけないといけないのにもかかわらず、みんなが浮かれてる時に自分も浮かれてってやってたら、どこで差をつけるんですかって話で。逆に言うとみんなが浮かれてる時こそチャンスなわけですよ。差をつけるね。うん、だけどみんな、なんか今日はいいかな、みたいな。今日はクリスマスだからいいかな、とか。今日は年末年始だからいいかな、とかね。みかん食ってるわけですよ。ね <laughs>。そうやって人生終わっちゃいますからね。 僕は年末年始をね、ゆっくり過ごすんだったら、そこはいらないと。もうもはや1年ゆっくり過ごしたいから1年頑張るよ、みたいな <laughs>。ね。1年頑張るよというよりかは、まあ、to do でね、やるべきことをやるよ、みたいな。クリスマスだろうが年末だろうがやるべきことをやるよと。ただし365日自由の方がいいです。なんかその1日だけ、ね、年末年始だけ、なんか休み、みたいな。いや、365日休みの方がいいですよ。僕はね。 僕百365日休みを獲得する上で毎日やるっていうね。まあ休んでねえか <laughs>。吉田さんそれ休んでないじゃないですかって言う,うかもしれないですけど、なんやろうな。サラリーマンの人って8時間くらい働いてるわけじゃないですか。それに比べると超余裕ですからね。なんか好きな時に動画撮って好きな時にやるっていう <laughs>。だからその、なんか休みの、だ休みも遊びももうもはやもう境目ないんですけど、 まあ動画撮るのも遊びみたいなもんですからね。まあ久保さんが言ってる通りなんか楽しいからやってますみたいな <laughs>。僕は最初動画を撮るのは苦痛だったんだけれども、あ今は別に空気なんで、いくらでも撮れますからね。うん。だからその歯磨きが苦痛かと言われると、めんどくさい日もある,あると思うんです、大人になっても。でも、歯磨きってそこまでその苦痛ですか 多分苦痛じゃないですよね。別に。毎日歯磨きするじゃないですか。それってなんでですか何万回も歯ブラシしてきたかじゃないですか。多分ね、何万回してますよね、久保さん、歯ブラシ。だ何万回も歯ブラシすると、別に苦痛も苦痛じゃなくなるっていう。別に普通になるっていう。当たり前になるっていう。なんかこの当たり前レベルにならないと、ダメだと思いますし、プラス、当たり前になればなるほど、うーん、継続できるし、当たり前なんで。 だから習慣は人生を変えるみたいなよくありますけど、やっぱもう習慣、習慣というか、習慣とも超えて、空気ですね、うん。空気って意識しなくても吸ってるじゃないですか。だからそのレベルです。研ぎ澄ますと。研ぎ澄ますと習慣を超えた空気になります。空気って別に意識して、よし、空気吸うぞうじゃないじゃないですか。でも歯磨きは、あ、歯磨きしようみたいなのまだあると思うんですよ。 もう,そう、その歯磨きしようっていう、もうそ、その、そういう次元でも、もはやない。もう空気を普通に吸うごとく、普通にやるっていう。だそうなると、なんだ、他の人からでしょ他の人からは、すげえや、よく言われるんですけど、吉谷さん寝てるんですかみたいな。僕ね、この前も10時間ぐらい寝てたんですけど、寝てますからね。<laughs> 今日は、6時間ぐらいですかね。うん。 だから全然、なまあ、平均8時間以上僕寝てますから。平均、平均すると8時間以上ですかね。8時間以上か ?8 時間ぐらいか。うん。まあ、普通に寝てるし。うん。そう。だって睡眠大事っすよね。だけどこれ仕事があったりとかしたらもう決め、決められた時間に必ず起きないといけないし、だから僕、午前中絶対予定入れないですよ。もう絶対午後からです。う絶対ほぼ午後からです。 午前中はもういつまでも寝ててもいいっていう状況を作ってます。常に。毎日。毎日アラームないです。だ自然、だ今日も別にアラームないですもん。基本的にアラームつけることはないんですけど、<laughs> ね、あの自然に今日起きたんで、まあ起き、目覚めちゃったから、じゃあやる,やるかっつって、やってるだけでやって。うん。そう、だからき、3日前ですかね。3日前とかすごいですよ。4時半まで寝てましたからね、午後の。 あれ ?4 時半やんみたいな <laughs>。疲れて余ってたのか分かんないですけど。もう10時間以上寝てました <laughs>。そう。だからその1日のひとときのね、休みを取るのか、365日自由を取るのか、どっちがいいですかと。うん、僕はクリスマスも年末も関係なく動画撮るし、何も変わりないです。ただ世間が賑わってるだけであって、何んも変わらないです。 本当に変わんないですね。うん。だ年越しとか僕全く感じないですもん年越しである。でも自分が意識してるのは、なんだ、あのー、なんだ、なんか、ハッピーニューイヤーなんだけど、ハッピーニューイヤーじゃなくて、あ、また人生がなくなったと。やるべきことやって、もっと自由になりたいなっていう、なんだろうな、おめでたいことではなく、命の時間がなくなったっていう認識ですね。 も結構大事だと思うんですけど、多くの人は、ハッピーニューイヤーみたいなね。わあ、おめでたいみたいな。おめでたくないです。僕の場合は、また命がなくなったなと。うん。また年取ったなと。やるべきことを早くややって、なんだ、もっといろんなところでやりたいなっていう。そんな感じですね。うん。だからまあ、どこで差をつけ、まあ話戻すと、まあ、どこで差をつけるのかって話です。うん。 みんなが浮かれてる時に自分も浮かれてたら差つかないよと。うん。常に一定ですよ。常に一定に差をつけてる。日々人と差をつけてる。この人、この人たちには勝てないです。日々だって差をつけてつけられてるんで。ね。例えば、今年僕毎日ブログ書きましたけど、もう300記事以上ありますよ。じゃあ今日から、今日ね、頑張って300記事書けてたらかなりきついですよ。無理です。うーん。だから常に、 変化して常にその人と差をつけてる。だからこれね、斎藤ひとりさんがね、微差力っていう本出してたんですけど、本当に日々のビサ、ビサ、ビサ力、本当に日々の人との差をつけることによってそれが大きく差、差になるよっていう、うん、思いますけどね。はい。ということで今日も差をつけていきましょう。まあ今日もね、6万超え合宿、普通に続いていきますから、いってらっしゃい。